岐阜カイウィング37は JR 岐阜駅の北西側に位置する再開発施設の名称である2014年度のグッドデザイン賞を受賞しているこの再開発地区を含む岐阜市の問屋町は中小の繊維問屋が最盛期には約1500に集まっており岐阜市の基幹産業であった繊維産業の中核を担う繊維問屋街として発展していた地権者や 商店主などの関係者が集まって、町内ごとに再開発研究会を発足させた上で、1992年に再開発連絡協議会を設立した。しかし、この時は、地区内がまだ商業地としての余力が残っていた上、再開発事業の成否を不安視する関係者の意見もあり、計画は進展しなかった。その後、バブル崩壊後の不況なども影響し、 当地区のセミトン屋街の衰退が進み、2009年には約400店舗まで減少して、空き店舗も増加し、人通りも大きく落ち込むことになった。また、老朽化した建物が多く密集するようになっていたことや、集客力の低下が進んでいたことから、2003年には、早急に再開発を進めることを目指す都市再生緊急整備地域に指定された。 当地区の衰退が著しくなっていたことなども影響して地権者の90%以上にまで同意の取り付けが進み2007年6月25日に開催された富山地西部南外区市街地再開発準備組合の年次総会で事業計画の概要が採択され正式な再開発組合を発足させることになったこれを受けて2008年1月17日に ト山市西部南海区市街地再開発組合が設立され、実施設計や権利変換計画の策定など、事業化に伴う作業が本格化した。そして、2009年10月29日までに対象となる、権利者176人全員から、権利変換計画に関する同意を取り付けたため、本体工事を着手することを正式に発表した。 2009年11月から既存の建物などの解体工事を進め、2010年1月12日に寄工式を行って本体工事に着手した。こうして事業化に乗り出すことになったものの、開発前に実地していた繊維問屋街の商店主たちは、後継者内や土日祝日などの週末に閉店する業種特性、同業の店舗が集まらないことへの不安などから、 再開発を進める組合理事長すら再開発ビルへの入居を躊躇する状況で事業化が開始されることになった。その結果、東棟の1階の一部に繊維問屋が入居するなど一部の権利者が再開発後の新しいビルに残る形となった。2012年2月22日に本体工事が完成して上等式を行って内装工事に移り、 同年9月9日に竣工式を行って、正式に完成した。この再開発の敷地面積は、開業時点では、岐阜市内最大規模である。近隣の南側にある、岐阜ィタワー43の、スカイラウンジの展望室から望む岐阜スカイウィング37地上37階、地下1階建ての東棟と、地上11階建ての西棟、立体駐車場を胸の3棟で構成されている。 2階は JR 岐阜駅とペデストリアンデッキで接続されている。1階と2階が商業施設が向けフロアとして用意され、開業時には1階に16銀行と繊維問屋が入居した。3階と4階は事務所などの業務施設向けのフロアとして用意され、開業時には岐阜大学サテライトキャンパスや岐阜信用保証協会が入居した。5階から 上のフロアは分譲マンションで、倉庫数272個のザ・ライオンズ一条タワーギフとなっている。地上11階建てで、1階から5階までの商業、業務向けのフロアには、開業時には、日本政策金融公庫,庫や保険会社などが入居し、6階から11階には、ホテルのーイ員が入居した。ありがとうございます。